こんにちは、アールです。さあ今日はですね、こちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、アールさんお願いです。サイト6のカーリングボムのステージで、ヒギチャポチャポ塗りでクリアしてくださいとのことなので、ちょっと行ってみようか。なんかね、前一回チャレンジしたことがあったような気がせんこともないけど、カーリングを使わずにね、できるだけカーリングを使わずにちょっと今日、そのステージクリアしてみようと思います。それでは行ってみましょう。カーリング封印してクリアはできるのか、調査開始です。まあ、簡単に言うと、カーリングでね、道を作ってそこを通ってゴールしましょうっていうステージなんですけれども、インクの量が限られててね、こんな感じのところなんですよね。で、まあ、こういう風なね、なってても、こうカーリングでね、カツン、カツンってやって、うまく道を作っていきましょうっていうところですね。じゃ、これを、カーリングを使わずにクリアできるのかちょっとやってみようか。まあ、どういうことかというと、まあ、僕の代名詞でもある、この、チャポチャポ塗り。実はこれ、スタート地点からインクを染み出させることができるんです。こっから、こうやってね、チャポ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 行くんですよ。で、これでもね、実はね、ほら、塗り広ができて、で、あるんですけど、あそこ大丈夫かな？ちょっとやってみよう。この、紫のところ突破できるんかね？俺、これやった昔。いろんなチャレンジをしすぎて。やべ。いや、ここは、ああ、なるほどね。一回、あっち行かんとダメなんか。これ死ぬかもしれんな。こういうところを乗り越えるためには、さっきみたいな、この、激強ムーブ戦にはダメなのか。きつくない？大丈夫かな？ほら、ここ。ちょっとね、重なっても大丈夫っていう特性を生かして。やば、危ない危ない危ない。俺死んでない。ギリ死んでないぞ。なんだ、大丈夫なのか。多少当たっても大丈夫っぽいね。ただ、ちょっと気をつけんとあれだな。お願い。これで広がるかな。おらら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 。よしよし、広がった。ほらららら。広がってるね。今？そりゃないぜ。散々当たってきたやないか。頼むよ。おい、つい、つい。ね、ここがね、このダイナミックムーブ。このダイナミックムーブじゃないと、ほら、はみ出しができんけ。じゃあ、一発だけ、最大ための、カーリングモモを出していいことにしようか。こうして。そしたら、距離もあんまないし、いいんじゃない？これでクリアしよう。そうしよう。カーリングボムを、うまく使わずにクリアできるか。お願い。お願い。どうか。どうか、濡れてほしい。くそ。一瞬だけ。一瞬だけ、向こう岸に行こう。ふっ、危ねえ。ふっ、危ねえ。ふっ、危ねえ。うわぁ！待てよ、これ。この戦法ならもしかして、使わなくてもいけるのか？この一瞬だけ向こうに、行けた時に、もし、少しだけでも、インクが向こうに移れば、ちょっと可能性は見えてきたね。ノンカーリングクリア。ここでダイナミックムーブをやるか。ふっ。あ、今のだな。もしかしたら、これで、あ、イカロールでいけるのかも、もしかすると。ちょっとやってみよう。これいけたら革命が起こる。ついに、このチャレンジにおいて。よし、よし。いけるよ。で、この、ギリギリまで、やるじゃん。
ね、ここ第一関門ね。で、イカロール。危ねえ。イカロール。うわ、なんでイカロールが出ねえんだ。相手インクにつくとダメっぽいな。一瞬でも。まだ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 。まだ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 。やだ。よし。あ、いってる。行ってないこれ。向こう岸へ。うわー、いや待てよ、ここじゃないのか。この線は行けるのか。この線は行ける線か。待て待て待て、ぬか喜び大作戦か。そう、待てよ。ここから。ふっ。一瞬の判断が命取るぞ。危ねえ。ふわーし。頼む。行ってる。行ってる。これいけるぞ。カーリング使わずにクリアしよう。よし。行った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 。超えた。で、ここをちょっと待ってよ。イルカさん、イルカさん。これ違うよ。あ、なんでも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 なんで。うわー、なるほど。いや、いける。これあれができるんなら。カーリング使わずに行けるよ。行こう。今日マジ。歴史の変わる瞬間を目撃してください。カーリングを使ってクリア？ノンノンノン。ノンカーリングでクリアしましょう。よーし。で、ここはね、ダイナミックムーブで、よし。段差を越えて、うわ、希望が見えた。ついに。こういうところは、チャポチャポ塗りで、いけて、で、このね、段差、段差？段差。段差のとこを、いけるもんだな。イカロールで。じゃ、イルカの機嫌が悪くならんようにね。ここは、まだいけるのか。ここまだいけるよね。危ない危ない危ない。よし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 。この段差越えて、ここですね。このギリギリまで行っておくことが重要。最重要カウントで、こっから、ふっ！うわ、なんでそっちに？危ねえ。よいしょ。マジで。命をかけたイカロール。いってる。いってるよ。よしよしよし。もう一個。もうなんで？もう一箇所ぐらい。危ねえ。危ねえ。マジこの一瞬大丈夫っていうのが、すごい助かる。よしよしよし。超えたでしょ、これ。小さな一歩だが。しかし、確実な。なんでだ。よし、オッケー、超えた。よし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 。これ、今宵、みんなは、歴史が変わる瞬間を目撃できますよ。マジで。え、ここも？ちょっとやめて。もうちょっと広げとこうか。これ、イカロールで帰ってきた時に、ちゃんと着地せんかったらそれでも死ぬけ。マジ、広がっとかんとやばいね。こういう風に。ちょっと広場を作っておいて、そうだね。慎重に行こう。ここ、またギリギリまで行って、ギリギリまでいっ、うそー！やっ！うわー！最悪だ！ちょっと待ってよ。くそ。これ、チェックポイントどこにあるっけ？怖くなってきた。チェックポイントなかったらこれ時間的にやばいよね。10分しかないのか。俺的チェックポイントでしょ。この1個の塊を超えたら、そこまでは、行っていいことにしよう。ね、その塊を超えるまでは、こういう風にせんにゃいけんけど、そうしようそうしよう。ただ、精神力の戦いになるけどね。毎回、こんな苦行をしてます。ぜひ皆さん、この間にチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をして応援お願いします。
昨日22万人を達成することができました。ありがとうございます。それもこうやって地道にちょぼちょぼ塗ってきたからだと思います。このちょぼちょぼ塗り最初やった時は多分4万人だか5万人だかでしたね。そっから何年も経っておりますが、こういう風に僕は変わらずにちょぼちょぼ塗っております。よし、そろそろ、やべえ、うわー、早すぎたんだ。カーリングボムはインクが満タンでも1回しか投げられない。あおるちゃん、投げなきゃいいんじゃないの。そうだよ、カーリングボムは投げなくてもクリアできるってことを証明しよう。なんでここ時間制限あるんかな。やっぱチャポチャポ塗りでクリアする人が出てくるけどかね。もしかするとそうだよね、チャポチャポ塗りでクリアする人なんてめったにおらんと思うけどな。だって10分なんて時間制限ね、全然ないようなもんじゃもんね。明らかにチャポチャポ塗りを封印しとる感はあるね。やるけどね。封印されしチャポチャポでもやるよ。それでしか僕の存在証明ができないから。よしよし、行ってる行ってる。あ、ちょっとした段差があるけどここ進みにくくなってるんだ、ここはね。はい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 、オッケーオッケー。横にも広げていこう。危ない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 、怖いね。で、ふっ、イカロールをギリでやる。よし、ふっ、よし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 、三つぐらいあればいけるのか？いけないのか？いけないのかい？いってないな、これ。いってないな。ふっ！やべい！やべい！うわぁ！やべ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 ！それでも僕は、やってない！よしよしよし！これ、潜れそうじゃない？あーって、そっちに。潜れたら勝ち。あ、勝った。よし。よしよしよし。こうやって、うわ、こう。よし、うわ、こうや、こっちが、ちょっと待って、あー！危ない、危ない。へい！へい！へい、危ない。おいし、よし。よし、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 オッケー。これ、チャポチャポで行ったら、結構、いけんのか？もしかすると。ふっ。ぷい。よし、オッケー。で、ここに潜む。オッケー。潜む誠の心のなんとかよね。もののけのテーマが流れてきましたけど。ふっ。よし。よいしょ。オッケー。うわあ、ごめん。クリアした。クリアした。超えた。超えたぞ。よし、よし。あとは、ちょっと待ってよ。ここでね、またやり直しっていうのがマジきついよね。このチャレンジのきついところは、時間も迫ってきた。これでまた失敗したら終わりだから、ちょっと慎重にならざるを得ない。でも4分ある。で、そこのね、この紫ゾーンを1個超えれば、疑似やり直しができるんでね。助けてください。なんだこの挑戦は。悪魔の挑戦だよ、こんなの。やりきってみせる。やりきってみせる。何でも、やればできるってことを、証明して、見せる。それが、僕が、スプラトゥーンを、やる、理由なんだ。それしか、俺の、存在を、証明できないから。これ大丈夫？言って。怖いね。いや、こんだけあれば潜れるはず。よし。潜れた。よし。よし。
いけるんじゃないかい？いけるんじゃな、いやだだだだだ、待って、許さんぞ、いくらいるか。今まで仲間だと思っていたのに、僕は哺乳類だから。くそー。でも道は見えた。しかもやり方もコツも覚えてきた。僕はいつもこうやって少しずつ確実に進捗していくタイプ。そしてコツコツのこういうのも好きなタイプ。そして諦めが悪いタイプ。見えてきたんだよ。さっきより時間かからずにできるはず。こうして、よし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 。で、もう、広げとか、なし。うーえ、はは、面白くなってきたんじゃないか？ギリカロール。よし。ギリカロール。オッケー。よしよし、突破口。突破口を、よしよしよし、突破口2。はい。はい、サイニーさん。オッケー。よし。これいけてるよな。いけてそうじゃない？いけてそう、いけてそう。よしよしよし、いけた。オッケー、早い。転んでもただでは起きない男はある。さあ、うん、バカー！調子に乗った。うざーうわ。バカ、そっちじゃないよ！さあ、油断しないように行こう。うわー、くそ、油断した！見ていてくれよ。絶対クリアすっからな。どうなってんの、あれ。ジャイロ、うわー、さよなら。うわー、そうだね。はい、ジャイロ、やろう。二個目の関門。ここを超えることができれば、最後の関門。それすなわち。いや、危ねえ、普通に死んでる。なんでだ。何が起きたのかというと、気が抜けました。マジで気が抜けただけです。単純に気が抜けただけです。はい。なんというか、ふっとね。ふとした瞬間に気が抜けちゃったんですよね、今。したら、ああなってました。やっぱ周りに敵インクが増えてくると、なんでもないことなのにちょっと手元が狂ったりするね。心理戦かもしれない。これは、メンタルを鍛えるのにちょうどいい。うわふーし。メンタルよ。メンタル、オッケー。これもう潜れるだろう。えん。ダメだった。くそ。いいとこまで来ましたので、ちょっと広げておいて、まあ、精神的にね、安定させます。で、うぅ、なんでそっち？初めてそっち飛んだじゃん。これ、とんでもないことを始めてしまったのかもしれない。俺は、今日中に終わんのか？いける、全然、普段の感じで。ルールル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 。くそ。時間いっぱい使おう。そんなに。ね。あ、ダメなんだ。よし、あれ、2個目の壁突破できたな、これ。立てる。よし。OK。で、3個目の壁はもうちょっと先に行ってから塗り広げをしよう。全然余裕、全然余裕。うそー！くそー！なんでや、今当たってないだろうがいい！当たってないだろうがいい！当たってないだろうがいい！落ち着いて。落ち着いて。これ入れるんじゃないか。これ入れるんじゃないか。よし。うそだろー！今の全然違うやん、話がー。今のいけるところよね。マジでか。うわあ、はあはあはあ。さあ、集中。はい。
イルカに殺された。ダメかまだ。嘘、ダメなの？ダダ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 ダ。うわっ、くそ。第三の壁もまっすぐで、この同じメンタルでいけばできるんで、そうですね。くそ。うわ、もうなんであれで死ぬのかなーっていう思いがありました。思いがありました。くそ。くそー。でも第2の壁突破できる回数が増えてきてるってことは、やっぱりこれで行くしかないってことだよな。もうカーリングの練習にもなるね。カーリングのこの後を通る。僕ローラー使いなんでー、ローラー使いなんでーでいでい。よし、第3の壁にようやくタッチすることができました。結構ね、第3の壁遠いよね。うそー！くわー！くそ！ねえ、今大丈夫っしょ？え？いや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 、今触れてないって。触れてないって。触れてないって。いやー、許してくれとったやん、今までさっきの。いるかー。ガが出てきたぞ。第3の壁。嘘だろ。よーし。よーし。第二突破。よし、第三の壁。よーし、よーし、落ち着け。ダメだぞ。あそこも塗れないから、あそこもジャンプで行くとして、あそこまではよし。よし、ダメだ。歯を見せるな、歯を見せるな、笑うな。飛べるか。いや、待て。よーし。これは？これはちょっと待って。もしかしてこのインクを持ってこねえと、あそこ越えらんねえのか？いや、待てよ。これ。うん。あ。ここにもインクがあるのか。よし、インクが出てきた。どういうわけか。よし、インクが出てきたぞ。進めねえ。なんだこのインク。頼む。
よっしゃしゃいしゃいしゃい。あれ、ここまたこれいけないのか。怖っ、ここ。よし、落ち着こう。ららららら、一応ここの、ここは突破してるんで、こうでいけるんじゃない。よしよしよし、焦らなければどうということはない。ダメだ、絶対焦っちゃダメ。欲張っちゃダメ、絶対に欲張っちゃダメ、絶対に欲張っちゃダメ、絶対に欲張っちゃダメ。時間はたっぷりある。あと1分半もある。これは全然余裕ね。ほら、あそこに、あれチェックポイントじゃないのか。何あれ。いやでもここの塊すぎたらまたね、紫すぎればいけますんで。よし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 、ちょ、またこれこっから清水さんに行けんのか。ブエで、ここもこうやって、よしよしよし。こっから出せばよかったのか。こっからインクを出して、この段差では、イカロールで。イカロールで。よし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 。こうやってね。ガロールをちょっとつなげていくんすよ。うわ、危ねえ。つなげていけば、ほら、足場ができ、そしてその後は、ひたすらチャポチャポすれば、進んでいけますよと。絶対に欲張っちゃダメ。まだまだ、確実に歩きジャンプで越えれるようになってからでも遅くない。ね。いけるよ、いけるよ。それ!ほら。それ、オッケー!はい、ここも突破!あれ。インクがないっすね。インクがない。インクがない。どうやって出したんだ、さっき。ちょっと出てるね。ちょっとずつインクが出てきたんだけど。早く目から離れるんだ。あー、なるほど。そういうことね。わかったわかったわかった。一回このモードになって解除の時は、はい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 。よし。オッケー。広がった。広がって、あの、ギュイーンってならんくなったらマジこっちのもん。これじゃもん。あとはひたすら、これっすよ。あの、目に近づかんように、ちょっと塗っていきましょうね。よーしよ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 し。で、こっからはもう途中にね、インクがあってくれる系結構楽だと思うんだよね。ほんとあの一番最初のところ、皆さんやると思うんですけど、あの一番最初のところ結構難しいんで、ちょっとやってみてくださいね。さよならー。ほら、もうこんなに。よし。よし。落ち着いて、落ち着いていきましょうね、と。うわ、何やってんだ、何やってんだ、何やってんだ、俺。もうめっちゃうまくなった。目からのインク出しがめっちゃうまくなった。よし。これ。落ちていこう。あそこの、給水ポイントに行って。よーし。で、あ、もうクリアしてくださいじゃん、これ。オッケー、ここも超えた。よし。初めてのチェックポイント。
で、回転床はそっちの方行かずにひたすらと周り避けていけばいいんだな。これダメだよね。給水ポイントじゃないよね、あれね。あそこったらはみ出されそう。うわ、なんて楽なんだこの、ちょっと行ってみようか。こうして、ここ大丈夫。やべやべ、オーケーいけた。あー、またこれ目からね。目からなかなかインクが出てきませんね。ドライアイなのかな。これあそこタウかな。ワンチャンタウんじゃない。で、ここ塗り広げて生きる。あ、待って、いけたな。ここ耐えば、よしよし、キョキョキョ、経験豊富、オッケー。新技ができた。経験豊富。タウであろう。タウっていうのは広島弁で届くっていう意味なんですけど、ジャンプで届くであろう。これ経験がものを言う。経験豊富。オッケー。君は何をしているのかな？いや、しかし、経験豊富。オッケー。経験豊富は、どう？これちょっとギリギリあそこの壁に倒うぐらいの感じにしておいて、経験豊富、オッケー！よし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 。これまたあれか。涙から。あ、いや、これチェックポイントから出る。よっしゃ！チェックポイントからね、めちゃくちゃ簡単に出せるんですよ。これを。どっちから行くか？あのブラシに乗って、そうだな、ブラシに乗ってから、行こう。ガロールで、塗り広げていき、ますとね。ありがとうございますとね。で、ここ乗る。はぁ、あ、すぐあっちに行かに行けんのか。なるほど。糸口、糸口、解決の糸口、オッケー。糸口。糸口ひろし。出席番号1番。糸口ひろし。はい。僕は出席番号1番でーす。どうくんでーす。で、なるほど。今だ。こう言って、ここで乗り換える。うわー、結構進むんですね、あなた。焦りは禁物。え、ちょちょちょ、待って、これ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 、今のは違う。安全に行く道もあるが、安全なのか、あっちは。ちょ、一回こっちから行ってみっか。人は欲に目をくらませて、よく命を落としてますから、ちょっとこっちの安全策を取って行ってみようか。スプラトゥーン、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 よし、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン、スリー、よし。乗る、オッケー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 、乗る、よーし、よし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 。これあれだな。涙出しが必要だ。涙出し。はいはいはい。このインク持ってこれんのかな？これ無理か。壁からは。さすがに。涙出しで、涙出しがあるとこはすぐクリアしたいね。ゴールが見えてる！ゴールが見えてる！よし！そう、涙出しが結構技術的に難しい。時間かかるね。精神やられるやつだ、これ。最後、ふさわしい。
涙出しからの塗り広げ。よし、来た。この涙、大事にしよう。ちょっとよ、これ、役に立つな。はいはいはい、真ん中行ってか。オッケーオッケー。なんとか真ん中まで飛んだら、あとはまた、気合だな。ちょっとうっすら線があるね。え、いけるかこれ。こうして、ここまだ全然余裕ね。全然余裕。うわ、ギリかこれ。これギリかな。ここはいかんなっとかん方がいいかもしれんね。もしかしたら。一旦一回やめて、よし、オッケーオッケー、いけた、オッケー、オッケー、あとそこだ、よし、これもあそこセーフティーゾーンがあるけど、あ、ここ危ねえ危ねえ、ちょっと段差があった、濡れんところだった、これ気づかず進んでた、死んでたな。そういうことをしてくるようになったんだね。この面もついに。ちょ、ここ、伸びていきたい。あの、涙出しが結構きついな。でも、ゴールが近いけね。焦る気持ちもわかる。危ない。わかる。危ない、危ない、危ない。ここが、正念場です。まだ、欲張っちゃダメ。そろそろいいか。ほっ、オッケー。ほっ、よし、よし、うん、あと3分ある。時間も十分あるし、十分あるし、あとはもう何も障害はない。僕はただ、こうやって最後の勝利のウィニングロードを、うわー、よーし、やったークリアできたー、ありがとう、みんなやりました、あー、ありがとう、きゃー、今日の動画面白かったよ、頑張ったよって人はぜひチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。いつもね、こんな感じのチャレンジとか、あとは、スプラトゥーンの小ネタを調べております。毎日ね、このネタ集を出しておりますので、そんな動画が1250本超えておりますので、ぜひ今日初めて見たよっていう方もチャンネル登録をして、このチャンネルを楽しんでいってください。スプラトゥーンが好きすぎてね、世界観を調べるうちに、こんなにたくさん動画作ってました。これからもよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ、おやすみー、寝ねえけど。ちなみに、3時間やってましたわ。はは